人噛みまくってます。そうなの。SS なんすか。違うの。あのね、焦ってたの。あと何秒だって途中から入ってきた感じになっちゃったからごめんなさいね本当にね。ああ、ちょっと一旦待ってもらっていいですか。はい。BGM の CD ってお渡ししてますっけ。あ、じゃあ渡しといていただいて。はい、ごめんなさい。ごめんなさい、このくだり。めっちゃ業務連絡じゃん。はい、すみません。はい、ということで。BGM スタジオに呼んでみた MC のマイアミ大地です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでレギュラー陣自己紹介どうぞ。担当の夏島純です。よろしくお願いします。はい、最近の面白い話。いやなかったですね。こういうコーナーなかったですね。ないです。あ、そうですかね。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、それでは続いて奥歯をガタガタ言わせ MC、 言わせ MC とだんだん浸透してきました花引き団チャンピオン、ふうみんです。よろしくお願いします。はい、いやちょっと待って、花引き団チャンピオンってそのトータルして言うのおかしくない。お前それは全てのお前それおかしいよ。それは全てのチャンピオン。2017を抜いちゃったらそれ本当のチャンピオンみたいになっちゃうからチャンピオン言っとけばもう本当のことは言ってるから嘘は絶対。まあまあそりゃそうだけどね、言っとけばいいんだよ。うん、わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてどうぞ。はい、決して相方とは不仲ではありませんよ。ギッタンバック尾崎です。お願いします。はい、尾崎さん。あー、ありがとうございます。あー、ちょっとだけガチ勢がいますけど。なんですか、その相方と不仲っていうのは。いやいやいや、もともとコンビでね、これで出たんですけど、はい、先月から相方がトントンでしまいまして。すげえ殴り合いしてたじゃん。してねえわ。殴り合いしてたじゃん。いや、人違いでしょ。怖かったね。いやいやいや、おかしいです。誰と間違えてるんですか。アッパーしかやらなかった。いやいやいや、これはずっとずっとこれはもうずっとだって避けると思う、途中で。他のボタン押せる。これずっと来るなと思ったら避けられると思う。コマンドやれよ、他の。おかしいだろ。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、続いてゆずちゃん。はい、アイドルグループデスラミッツのリーダー18歳大川ゆずです。よろしくお願いします。お願いします。はい、素晴らしい。フレッシュ。18歳なんだっけ。18ですよ。めっちゃ若いね。大学1年生です。来週から大学が始まっちゃうの。あら、ね、こんなことしてる場合じゃないですね、じゃあいやいやいや、え、勉学の方にね。いやいやいや、来週からなの。今日で最終回ってことでいいですか。やめてください。どんどん減ってくの。どんどん減ってくって。やめてください。どうですか最近はね。ワンマン、あ、ワンマンライブを先日無事に終えまして、皆さんありがとうございました。え、そんだけ。なんかなんかないの、ワンマンの。あの、ちょっとブログ書いたんで、あの、来てくれた方とかね、ちょっと気になってる方はブログ読んでくれたらなと思います。はい、まあでも良かったですね、すごくね。そう、大地さん見に来てくれたんですよ。何が一番、何が一番、エンディングが一番、エンディング、みんな、まあ、ギリギリ間に合うか間に合わないかぐらいの時間だったもんでね。あ、エンディングしか見れてない。最後しか見れなかった。あ、なるほど。はい、ということでよろしくお願いします。はい、それではですね、皆様お待たせいたしました。本日の美人をお呼びしましょう。チェイスチェイスの皆さんです。すごい、すごい、すごい、大出てきた。すごい、めちゃくちゃ大出てきたよ、これは。ちょっと今までで一番人数いますからね。新記録ですね。自己紹介をお願いします。はい、段取りとかちゃんと決まってないの。はい、チェイスチェイスのハッピーイエロー担当中村彩香です。ぶんちゃんって呼んでください。ぶんちゃん。はい、続いて、はい、紫色担当佐伯桃子です。桃ちゃんって呼んでください。桃ちゃん。優しい。白色担当椿琥珀です。琥珀って呼んでください。琥珀。はい、緑色担当みつきです。ミッキーって呼んでください。ミッキー。はい、水色担当高峰リリカです。リルマルって呼んでください。リルマル。はい、青色担当綾野はるかです。おはるんって呼んでください。おはるん。はい、おはるんが一歩前に出たところでですね。ねえ、なるほど。ということで、こうグループのあれはないの、なんかせーのみたいな。せーの。ないです。あ、そういうのないのね。なかなか。以上。
ちゃう。チェイスチェイスですし。そういうのない。こういうことになってるよ。まずかっこいいポーズある。ああ、じゃあそれお願いします。それを見せて。はい、私たちチェイスチェイスです。よろしくお願いします。かっこいい。全然こういう気がする。これなんでプンプンしてんのか謎だから。でスライムのこと好きなんですか。プンプン。あ、プンプンですから。はい、そうよ。全然お客さんは反応してくれない。味方のはずなのに。はい、ということで、じゃあ今日は衣装ということですよね、これね、普段のね。はい、これ。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ座りましょう。はい、座ります。チェイスチェイスさん、これ全員ですか？はい、そうです。全員ですよ。好感持てるわ。この番組来る子ね、な、一人や二人かけてくるんだよ。やめろやめろ、そういうこと言うの。全員で来るっていうのはもう好感持てる。確かにそうだな。本当に超久々じゃないですか、全員。確かにそうだ。あんまりそういうこと言わないでよ。中にバックれた奴らもいたんだよ、中には。そうだな。そんな闇なんですか。やめようぜ、こういうこと言うの。こんなグループいますから。やめましょう、やめましょう。そうなの。これいいスタートなのかな。わかんないですけどね。チェイスチェイスさん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最初のコーナー行ってみましょう。美人にいろいろ聞いてみたね、こちらのコーナーではチェイスチェイスさんのプロフィール含めいろいろ紹介していきたいと思います。それでは純ちゃんお願いします。はい、グループ名チェイスチェイスさん、チェイスチェイスはかっこかわいいをコンセプトに結成された夢や理想をチェイスしていくダンスボーカルガールズユニットプリティダンスミュージックアイドルです。パラパラやユーロビートダンスナンバーなどのこのプロフィール初めて聞いたの？プリティーうみたいな。はい、プリティーは初めて言われる。書いてあるよ、プロフィール。プリティーのメモ。プリティーのメモ持ってますよ。いいよ、全然いいです。ガヤどんどん入れてくれ。どんどんくれ、そういうの。はい、パラパラやユーロビート、ダンスナンバーなどの楽曲を中心にバラードの曲などいろいろな楽曲をいろいろな楽曲をパフォーマンスしています。はい、はい、パラパラの振りを入れた振りコピがしやすい曲もありライブを見ていただいているファンの方と一緒に踊って楽しむこともできます。はい、ステージ上でのかっこいいライブパフォーマンスと話した時のかわいい一面もありギャップにも注目していただきたいです。パフォーマンスに注目してほしいグループです。はい、お願いします。いやー、今回もおっかなびっくりね、思いっきりこう読んでね、がっつりこう読んで、なんとかゴールまでたどり着けたね。感動しちゃった俺、本当に。ゴールまでたどり着いたから。24時間テレビかと思ったの。さらに、さらに、さらに、読み切れたから。どんなアシスタントだ。まあよかった、まあいいや。いきましょう、メンバープロフィールをね、一人ずつちょっと、紹介していきますけれども。はいはい、白色担当。はい、はい、大丈夫ね。はい、椿琥珀さん。椿琥珀。ダンスとワンピースが好き。ギャップが強いとよく言われます。うん、特技は体が柔らかいです。うん、いうことなんですけれども、うん、メンバーからメンバーというかレギュラーからですね、質問が来てますんで、はい、ちょっと読んでいきましょう。椿さん。尾崎くんの質問。あ、僕ですね。はい、ギターボーカル尾崎です。こんばんは、よろしくお願いします。ね、オープニング全然聞いてなかったと思うんですけど。聞いてましたよ。椿さん、椿琥珀という名前は本名なのでしょうか。本当です。本当、僕尾崎圭介すごいダサいんで、ちょっとダサい。普通じゃないですか。だからめちゃくちゃかっこいいなと思って。かっこいいです。ありがとうございます。いやいや、もう本当尾崎圭介ですよ。いやだから答えたくない感じのやつこれ。大丈夫？本名って言っておきます。本名です。本名言ってく。夢を持たせてあげないように。なるほどね。本名です。尾崎の質問が悪かったっていう。今後一切この質問やらない。本名です。本名です。ふうみんの質問。ワンピースで好きなシーンを教えてください。いいこと言いますね。いいこと言いますね。何いい質問だ。意味わかんない質問すんじゃないよ。急にハンちゃんが生き生きし始めたから。来たよ。ワンピースで一番好きなシーン、はい、私一番ゾロを推してるんですけど。あ、ゾロ推しね。はい、ゾロがスリラーバーク編で、スリラーバーク編で、スリラーバーク編で分かる人しかわからない。ゾロが
ルフィが、うん、連れ去られようとした時に、お前復讐してるから。本当に分かってる。思い出しながらやってるからこっちも。クマに連れ去られるようになった時に、ゾロがルフィは海賊王になる男だって言って、うん、自分が身代わりになったシーンが一番好き。ああねえ、分かる。バーンで吹き飛ばしてね。ルフィ分かって言ってる。ダメだ。ルフィさん。あれさ、みんなポンポンで飛ばしてた時じゃないの？あ、そうです。そう、あ、それとはまた違う変な。違うの？あ、そうなんだよね。でも人物はその人です。そうでしょ？これ、ミー。人しか会ってねえじゃん。え？じゃあ、じゃあ、感動したよね、あの時ね。はい、しました。え、分かってないだろ。え、このシーン分かる人誰かいるの？おーい。いや、お前は何回言わせんだよ。分かったもん、本当に。ゾロのシーンだよ。そこが好きなのね、コハクちゃんね。嬉しい。なんでお呼びすればいいんですか？コハクかハーちゃんって呼ばれてます。ハーちゃん。コハクの歯を取ってんの、これ。そうです。なるほど。ハーちゃん。わかりました。じゃあ、ハーちゃんね。はい。続いて、緑色担当、みつきちゃん。はい、みつきです。身長 145.8cm。 おー、うん、成長期は止まりましたか？止まってます。止まってます。成長期なんて会ったことありません。かわいそうだけど。え、なんか成長期ってなんか1年の間にすごい何センチって伸びるじゃないですか、うん、私そんな時期会ったことなくって、1回もちょっとずつちょっとずつ伸びてって、うん、まあ今止まってました。なるほど。まあそれ俺に言われても俺もなかったから。未だに待ってるけど全然来ない。全然成長期来ない。無理？もう無理。ゆうちゃんはあの身長何センチ？身長151cm です。え、久々にだから自分より。なるほど。喜びすぎ。超嬉しい。よかった。この前線はちっちゃいところだね、これね。あ、なるほどね。超嬉しい。好きな食べ物何ですか？今何も言ってない。何にも言ってないです。隣からミニマム戦争って聞こえました。隣からね。めっちゃ可愛い戦いだなと思って。ごめんごめん、あの尾崎のボケかと思って一瞬まさか拾ってもらえると思わなかった。全部拾わなきゃいけないと思って。好きな食べ物、パンの耳。はい。お、やばい。安っ。うるさいな、うるさいな。これあの貧乏人が来るよ。家庭がなんかこん、なんかあったのこれ。違います、違います。無料でくださいのやつだよね。なんか、こしてみませんください。え、でも最近、最近あのくれるところとかそもそも売ってるとこもなくって探すの大変なんですよ。ガシするやん、大丈夫。大丈夫、今元気、今元気。主食ではない。今元気だから大丈夫。大丈夫ですか、この人。やばいです。大丈夫。やばいです。本当に突っ込んでるので気をつけてください。怖いですけど。気をつけてください。本当に。はい、あとは趣味はディズニーで会えるキャラクターのサイン集めと。はい。おお。そうです。レギュラーメンバーからの質問。はい。じゅんちゃん、なつしまじゅんちゃん。みつきちゃん、好きなディズニーキャラクターは何ですか？これは難しいですよ。難しい。でも私、そのみつきっていう名前が。お母さん、ま、さお母さんが、まさかの、お母さんがグーフィー大好き。ミッキーが大好き で、 で、 ね、で本当にそこからミツキっていう名前をつけたんですよ、お母さんが。なんで本当ミッキーはもうあの関係なくどう絶対的に一番なんで。もう家族ですもんね。そうですね、家族みたいなもん。トゥーンタウンは実家なんで。でもそれをミッキーを抜いて考えたらジャックが好きです。え、そうなんだ。ジャックがドナルドかと思ってた。違う、ドナルドじゃないの。骨骨骨骨。あ、ホーンテッドマンションの人。そう、今の時期だけ。そうです。ナイトメアの。そうです、ナイトメアビフォーアクリスマスっていう、そう、あのキャラクターのジャック・スケリントンっていう、あの骸骨のキャラクターなんですけど、あれがめちゃくちゃ好きなんですよ。結婚したいキャラクター。結婚したいキャラクター。大丈夫、大丈夫。いやじゃん、あのキャラ上昇とかになったら。大丈夫、めちゃめちゃ喋ってくるから。全員がゲームだ。喋ってくる。やりにくいわ。いや、むしろいい。ジャックね。はい。ディズニーのキャラクターじゃなくない？ディズニーですよ。ジャックって。
そんなことない。だってキングオブハーツ出てくるもんね。あ、キングオブハーツ出てきます。それ出てきたから出てきますけど。ポケモンもないだろう。ゲームに。そうか。じゅんちゃん、そうです。はい。興味ないな。やっぱり興味ないな。ジャックはい。私も好きです。ジャックが分かってる。本当に。で、はい、ゆずちゃんの質問、はい、みつきさんどのくらいサインが集まっているんですかと。めっちゃ気になる。ディズニーで会えるキャラクターのサイン集めでしょ。そうなんですよ。あの公式でなんかこれぐらいのサイズのサイン帳を売ってるんですけど、売ってるんですよ。でそれがもう1冊溜まって2冊目に入ってるんで、もう20は超えました。え、それって出会ったらもうサインくださいって言ったらくれるんですか。くれます、くれます、くれます。初めて知った。なんか整理券をもらわないと並べないキャラクターもいるんですけど、なんか時間によってエリアに出てくるキャラクターとかがいるんで、もう会えるかどうかはその日の運です。でもそれで20個溜まってるってことはなかなか行ってるってことですね。結構行ってる。年間どれぐらい行ってるんですか。年間、ね、でも月に 2,3 回は行ってます。そうです、そうです。ういい なんで、あの、本当そのために頑張って、あの、節約をしてで、もう本当に行くときはそのシートランドはしごしてみたいなとこもしてます。1日で。忙しい。本当に大好き。めっちゃ、ね、今まで結構ディズニー好きだって言ってる言ってるっていう人結構ゲストで出てきたけど、そんなに行ってなかったからね。フーミンの方が、ま、毎回行ってるんだよ。まあまあ行ってる、半年に1回なんだけどね。じゃあ2回ですね、2回ですね。それ以外だから、ね、うん、じゃあ本当に、はい、すごい、ね、ガチだね。ガチです。ガチですね。はい、じゃあ続いて、紫色担当、佐伯桃子さん。佐伯桃子さん、あだ名桃ちゃん。桃ちゃん、みんなどうした、急に。あの、花を持たせてあげようかなと思って。桃ちゃんです。誕生日10月18日。惜しいね。何が欲しい。1ヶ月欲しかったなと思って。あ、今日だって8、次のこれだから。あ、そうなの。惜しいでやってんじゃないか。惜しい。次も呼んでいただけるということですか。あ、それはちょっとすみません。断られた。趣味、ディズニー出た。あ、いいな。多いが多いよ。カメラ。カメラ。タピオカ巡り。タピオカ巡り。タピオカ巡りってあるんですか。流行ってるからね。うさまるグッズ集め。あ、うさまるね。好きな食べ物。餃子。餃子。唐揚げ。唐揚げ。焼き鳥。おっさんか。読んでる。ギャップ、ギャップです、ギャップ。しかもタピオカ入ってねえじゃねえか。書いとくなさいよ。めぐってるけど買わないみたいな。そういうプレイ。どういう意味があるのそれ。上に書いてあるからいいかなって。あ、そう、省略ね。なるほどね。はい、わかりました。でもよかったじゃん、今日あのタイちゃんの頭の上に唐揚げあるよ。誰が唐揚げだったの。やめろ。はい、質問、じゅんちゃんの質問。じゅんちゃんの質問ね。これ両方…じゃあ違うのね。はい、どっちこれ。上が私です。あ、はい、ももちゃん、好きなタピオカ屋さんはどこですか。一番うまかったと思う。気になる。まだ全部のお店は巡ったことないので。まあそれは全部にいっぱいだよ。なんか今のところなんですけど、今のところだったら TPT っていうお店が好きです。TPT 有名なの。TPT 知ってる人。わからない。あっ、全然みんなわからないところ。 TPP。 え、そこは結構なんていうの、こう知る人ぞ知るみたいな。いや、なんかあのチュンスイタンって、うんうんうん、知ってる人は結構多いと思うんですけど、それのチェ、なんか姉妹店みたいな。本当に巡ってる感じがしてる。なんかももちゃんライブで集合するときに必ずタピオカ持ってる。最初早い集合時間でも持ってる。絶対タピオカをまず買ってきてから集合場所に来るんですよ。絶対買ってきてから集合場所に来るんだ。朝そんなに集合時間めっちゃ早くてもう買ってくるんですよ。どこ入ったのすごいよね。基本11時が多いんですけど開くのが。そんなの知らないよ。11時に開くとか。なんか朝8時から開いてるお店があって。ちょっと8時からタピオカきついな俺。朝ごはんです。朝ごはん、朝ごはんね。あ、な
そんな好きなんだね。大好きです。なるほど、わかりました。はい、ゆずちゃんの質問。おゆうちゃん、ももこさん、どこの餃子が好きですか。別に決めれることじゃないよ。あの2人も餃子ですね。アンジャッシュの渡さんとかじゃないから。じゃあ私もあの好きなさんも何ですかって聞かれたら餃子って答えるから。ーああなるほど、一緒だなと思って。美味しいところを知りたいぞと、はい、知りたいなと思って。どうぞ。お店じゃないんですけど、またマニアックなところなんか。いやでもなんか私的には母が一応作ってくれる餃子。いい話、一緒一緒、いい話が始まった。一緒一緒、これ泣ける番組だっけ。泣ける泣ける泣ける番組。なるほどね、お家で作ってくれるんだ。はい、あそれいいですね。もう一個、あ一個ももちゃんに僕質問していいですか。はい、ももちゃんがあの喋り方ちょっと遅いじゃないですか。後ろの3人のことうるせえなと思った。おさん優しいからそんなことないです。そんなことない。ないね、あよかった。よかったね。考えちゃいました。丸めた感じしますけど。他のメンバーとスピードがね合わないときあるかもしれないね。そしたらね。なるほどね。わかりました。はい、じゃあ続いて、青色担当。お来たよ。飛ばして飛ばして。これいいんだ。これは。なんかちょっとミスプリントかもしれないですね。いいですよ。質問いきます。おはる、はい、こと、綾野遥香です。はい、メンバー唯一のロングヘア。はい、うん、珍しいんですよ。あのアイドルって髪の毛長い子めっちゃ多いんですよ、グループでね。でほとんど長くて一人だけショートとか長いんですけど、たまたま私だけ。そうだね、そうなんですよ。だから分かりやすいかなって思います。分かりやすい、いや分かりやすい。はい、長崎県生まれ、三重県育ち。はい、そうなの。え、待った、知らなかった。え、何だったの。なんかもう親とかもう親戚とかも全員長崎出身で、うん、でお母さんが長崎に産んでからもうすぐ三重県に来たみたいな、物心つく時には三重県にいたみたいな感じなんですけど、そう実はそうなんですよ。カステラだよね、カステラ。そうカステラ、カステラめっちゃおすすめです。これ何なんだよ、これ本当に。何なんだよ、何なんだよ、もう何、もうでもさ、でもさ、ミヤだったらツだよ、やめろこれよ。本当に長島スパーランド、流泉寺ウォーターパーク、岐阜県ですもん。あ、そうか、そうか、そうか、なるほど、はいはい、ということで、時間をきっちり守る方の B 型です。あのそれちょっといいですか。あの、はい、このねプロフィールをあの渡してくださいって言われて、で渡した次の日に初めて寝坊しちゃったんです、うん、あのフラグを立ててちゃんと寝坊したみたいな感じになっちゃったんですけど、これ一歩加えたね。ちょっと後ろまで来たとせえよ。頑張ってくれ。いやだ、僕もう怖いですよ。怖いです、負けてるよ。やめてください。そうなんで、あの時間守るじゃなくて、なんていうの、なんていうの、あの本当に、あの変えてもらってもいいですか。あの自己中じゃない方の B 型で、はい、お願いします。はい、好きな食べ物は肉です。はい、肉です。 肉、ね、肉好きそうだな。本当にそう、友達とご飯とか行くときに何食べたいって聞かれたら一発目で絶対肉って言います。なるほど。二発目は、二発目はうん、赤からとか。赤から。鍋。鍋。肉ってすっげえ広いところから急に赤から。最近食べたいだけだね。なるほどね。はい、じゃあ、じゅんちゃんからの質問です。じゅんちゃん。いいですか。はい。おはるんちゃん。はい。時間をきっちり守る方の B 型とはどういう意味ですか。これは聞かないで、聞かないで。取り消し、取り消し。なくなったから、これ。なくなっちゃったね、ちょっと。自己中じゃない方の B 型。はい、そうなんですよ。あ、結構なんか B 型って、なんか自己中とか、なんかマイペースとかに言われるじゃないですか。私はちゃんとみんなのことを考えます。ちゃんと考えてます。なるほどね。B 型の人、この中で。一緒なんですよ。あ、全然タイプ違う B 型で。わかりました。はい、質問ですけど、僕からの質問ですけど、10月6日で芸能界引退ということで、そうなんです。もったいなくないですかということでね。え、本当ですか。はい、え、そんなこと思ってくれてます。え、めっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。こんだけうるさかったらやめよう。こんなのね、普通の席にいたら迷惑だから。芸能界に
た方がいいよ。逆に。そうなんですよ。あの10月6日にあのモテサンドグランドさんっていうあのライブ会場で卒業をさせていただきます。はい。なのであの会場はね。今まで応援してくださった皆さんでいっぱいにしたいので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただけたらなって思ってますのでどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ちゃんと告知を挟んでくるわ、ね、しっかりやめない方がいいって。ありがとうございます。その気持ちだけ受け取っときます本当に。本当やめんの。いやめっちゃガチなんですよ。ガチなんですよ。本当に言うよ。いや、やだよ。なんか3ヶ月後に名前変えて別に。あれだから。やだ。わかるわかる。あれなんですけど、もうね、父がね、最後って決めてたんで、はい、もうやることは一切ないので、皆さん。大丈夫です。やめちゃった。いじめとしてね、本当に。だってこれで現れたらすごい精神強いだなと思っていただければ。そうね、はい、確かに。まあ精神強そうだけどね。全然そんなことないですよ。本当。はい、なるほど、わかりました。はい、じゃあ続いて、ハッピーイエロー担当、ハッピーイエロー、はい、中村彩香です。はい、中村彩香です。香川県出身、11月4日生まれ、はい、サソリ座の女です。サソリ座の女、今一番欲しいものはキャラです。キャラ、キャラ、キャラ、まあここに入っちゃうとそうなるだけだから。大丈夫だよ。まあ普通に生きてたらね。普通に生きてたらね、ちゃんと。なるほどね。いい子。はい、尾崎くんからの質問。僕ですね、はい、うん、中村さん、なぜ黄色ではなくハッピーイエローなのか。そうだよね、他の人は全部黄色、何色、何色だから。これ突っ込まれたの初めてじゃない。確かに、初めてじゃない。これは突っ込むよ。第一でも、あれなんでハッピーイエローなのみたいな。思ったもんだって思いました。いや、初めて聞くよ。誰も突っ込まれたことないね。ないね、いじめなんだ。じゃあここでちょっと本邦初公開言っていただけたら。ほんまにしょうもない理由なんですけど、まだチェイスチェイスがこう世に出る前に、あのお願いしますって宣伝してた時に、君何色なのって言った時にハッピーイエローですって答えて、それ引きずってるだけです。しょうもない。でもそれって別に自分で決めていいわけじゃないでしょ。決め、自分で決めました色は。あ、自分で決めたの。自分が好きな色で、だから赤とかいないんですよ。ああそうだね、確かにね。でも赤出なかったら珍しいね。いなかったんですよ。で、ハッピーイエローにしたわけだね。他の人はみんな色ってなってるのね。そうですね。なるほど。でも本当にハッピーイエローなんですよ、マジで。うん、ハッピーイエローマジで。ハッピー、ハッピーか。ハッピーイエローって感じですか。ハッピーイエロー、ハッピーイエロー、ハッピーイエロー。なんか変なもんやってないだろうな。頭が ハッピーイエロー。そう、常にハッピーイエロー。はい、フーミンからの質問。フーミン。オーケー、はい。サソリ座の、いや、すげえ直視してるけど。何でしょう。サソリ座の女ということですが、ね、やはり目標は美川さんに会うことですか。そうですね。あ、そうなんです。そうです。そうですじゃない。美川さん、サソリ座の女知ってる。これあ、知ってますよ。もう日本の名曲ですもん。日本の名曲なので、聞いて育ちました。はい、聞いて育った。じゃあ今度歌おうね、一緒にね。今は歌わなくていいけど。美川さんと3人で。3人でやろう。いや、勝手に決めんだよ。なんでそこに美川さん混ぜられなきゃいけないの。驚こう、後ろから出てきたら。そうなると、モノマネできなきゃいけなくなるから。練習しよう。練習しよう。OK、OK。練習しといた方がいいかもしれないね、じゃあね。なるほど。はい、じゃあ続いて、水色担当、はい、高峰リリカです。はい、趣味はワンピース集めと魚をさばくこと。そうです。すげえな。すごい、はい、ワンピース集めっていうのはさ、はい、何、ワン、本物のあの秘宝じゃないよね。あ、こっちのじゃなくて、違う。こんなところにいる場合じゃないよ、それワンピースに集めるんだから。あの布の方で。布の方か、はい、お洋服の。もともとお洋服がすごい好きで、うん、なんかワンピース買っちゃうんですよね。うん、なんかその上下でとかじゃなくて、もうおうち基本ワンピースばっかりで、この間ざっと数えたらもううちに60着ぐらいありました。本当にやってるんで、服が開けんじゃん。開ける。いいね、いいよ。やめた、やめない方がいいよ。絶対。はい、ということで質問いきます。ゆずちゃん、はい、リリカさん、魚をさばこうと思ったきっかけは何ですか。あー、気になる。ギャップがすごいじゃないですか。魚さばかなそうな天使。いや、これ、2つ目ね。
いやでももともとなんか YouTuber とかでやっぱ魚さばく人結構何人かいらして、なんか見てたんですよ、うん、めっちゃなんかいいなと思ってそれで始めたの。そう、えなんかすごいんですよ、なんかもう魚さばくっていうよりもなんか胃袋を取り出して、あの、胃袋を取り出して、胃袋を裂いて、なんか何食べてたのかなって見るのがすごい好きで、だからなんか開かないとわかんないんですよ。なんか福袋みたいな。引いてる。リリカ一回ショールームで配信で。そう、さばき配信してたんですよ。そうです、そうです。顔が一切見えない、手元だけ。手元だけ。で、その時、さばいてた魚が胃袋全然何もなくて、そう、なんで何も食べてないじゃんみたいな。すごいショックになってましたもん。いや、何も入ってなくてもそりゃ釣られるよなと思って、お腹空かしてたら。あー、そういうことか。ごめんね、すごい納得してるみたいな。何種類くらいさばいたんですか、今まで。今まで、でもその…でもそんな種類はなくて、はい、10匹ぐらいですね。あ、数はどれぐらい？数がもう10匹とかちょっとです。10匹か。なんかあんまり…そういうの言ってないから。いや、ちょっともう、やめてください。50以上だったら魚屋開けんじゃんって言われて。僕も言おうとしましたけど。僕も10匹じゃ開けないか。僕も同じこと思ってましたよ。そうだな、確かにな。捌けるから魚屋開けるわけじゃないから。まともなりたいな。まともな18歳がいる、あそこに。いや、そうだ、そうだね。はい、じゃあ僕の質問いきますよ。はい、ツイッターにチェキ買えというセリフがたくさん書いてあったんですが、はい、この後の物販で尾崎くんにもそう言うのでしょうかっていうことで。僕ですか、はい、いいですか、行っちゃっていいですか。裁かれるよ、お前。やだですよ、もう。胃袋裁かれるよ。ニュースになりますから、次の日ね。本当。結構買わせるんですか。結構アイドルさんってその控えめな方多いと思うんですよ。なんか、うん、買ってもらえたら嬉しいですみたいな、うん、なんかそうじゃなくて言っちゃうんですよね。なんか買って攻めていくタイプで、お金ないとかたまに言われるんですよ、うん、ATM あるよって。そう、怖いわ。なんか財布出してみって言って。いや、それは発言ですよ。ただの。いや、なんかこのいや今日お金ないんだよねって言われて、本当にみたいな、ちょっと出してみーって確認で見て、中身あったらあんじゃんみたいな。やばいやばい、あるじゃん。だから、うん、買ってくれます。これはじゃあ物販の時に誰かがジャンプしてるの見たら、それはもう分かる。分かるね、じゃあね。って言って、うん、飛んでごらんって。カツアゲだって。ポケットの中で。小崎くんの質問、もう一個いきます。はい、YouTube とあるチェチェの日常の、みこ焼きを吐き捨てるのが素晴らしかったです。皆様、このようなゲームを毎回やってるんでしょうか。もうマジで、台本みたいな感じで、ドーンって、たこ焼きを。ロシアンたこ焼きみたいのがあって、それは一人一人食べるみたいな。そしたら、何ですか、その当たった人がね、はい、一瞬食べたらもうすぐにボンって吐き出して、みんな大爆笑する。何なのそれ。よくないね。よくないね、それ。よくないよ、ほんとに。マジでびっくりして、そういうことしてんのかなと思って。してないです、食べ物を大事にしてます。あの後食べましたもん。本当ですか。汚ねえけど。そうだな。一回出したやつ食べてるよね。スタッフが美味しくいただきましたね。やばい。それスタッフが美味しくいただいたら変態でしょ。いや、辛かったんですよ。あの、わさびたっぷり入ってて、なんかカプってやったら本当に広がってわさび、うん、辛いやつだ。出ちゃいました。見てて気持ちよかったですよ。あ、すごいですよね。反射神経すごい。大丈夫かそれ。見てみてください。はい。もう極力おすすめします。そんなことない。ただモザイク処理をしてあるから。大丈夫。そうなんですよ。大丈夫。あるんで。ね、わかりました。まあ、またね、今回、ちょっとね、前回の放送で大失敗しましたけれども、はい、ゲストさんからレギュラーメンバーへ質問というか、はい、お悩み相談ありまして、大成功だと思ってますね。いや、もう前回大失敗でしたね。なんでやるんですか、じゃあ。もう一回チャレンジしてみようかなという。なるほど。チェイスチェイスしてみようかな。おー、追っていくんですね。はい、行きましょう。4人ぐらいです、追っていくから。行ったろ。はい、じゃあ、琥珀ちゃんのお悩み。はい、MC 面白いと思ってもらえるには、そうなんですよ。MC なんですか、毎回。いや、違います。じゃあ、やらなくていいだろう。違くて、話すんじゃなくて、グループとしての
なんか MC でたまにライブ中のね、その MC とか30分枠とかいただくことがあるんですけど、まだデビューして間もないんで30分曲で埋められないんですよまだ。だから MC するときに何の話をしようって言ったときに、だいたい告知を掘っていくみたいな感じになっちゃうんで、なんか面白い話題とかないのかなと思って質問させていただきました。なるほどね。まあでも思ったけど大丈夫？ちょっと違う、なんかあった？いやなんかみんな答えにくるかなと。いやそんなことないよ、そんなことないよ。尾崎は答えますけど。おおおお、ハードル上がってます今。本当もうやだ。嫌われた。MC ですか？MC、話をつなぐためにはみたいな。あ、つなぐためにやっぱりね、日頃からストックが必要ですよね。何を話そうかなみたいな。天気の話だったら。天気の話。なんだそう。天気の話でつないで。今天気の話で。つないでよ。今回本当に台風が大きいみたいで。千葉県もさ。別に大はおかしくないな。それでよかったら誰でもできる。俺の番組やってるみたいな。ですけどね。そう、なんかストックあるとね、便利ですよね。確かに。ね、はい、もう一個質問、あ、質問とか悩みですね、中村さん、ハッピーエロー、はい、ハッピーエローなのに、自分のキャラを見つけるにはという、自分のキャラが、やっぱそこが悩み、悩んでる本当に、でもハッピーエローで十分じゃないの？ハッピーエロー、パンチ弱くないですか？強いよね、そうね、どうですか皆さん、レギュラー陣。いやでもハッピーエローでいいと思います。それで、え、適当に答えてる。超真剣。だってみんながあのただの色なのに一人だけハッピー色だ。まあ確かにね、そうだよ。もらえるじゃないですか。うん、それで成立ですよね。それじゃあ色を言ってくことってあるのこれ？あ、自己紹介の時に毎回言ってます。じゃあ最後に言った方がいい。最後にハッピー色担当って最初に言ってますね。最初の一番最初の。ごめんなさい、最後私なんですよ。まあまあまあ、そうか、譲れないんで、譲れないの、一歩前にいつも出てやるんで、ごめんなさい。じゃあもう諦めてもらっていいですか。10月から頑張って。あ、そうだ、やめた後にじゃあ、もう今日はい、みつきちゃん、はい、トークをうまく喋れるようにアドリブにうまく対応できるようになるには、うん、でもうまいですけどね。本当ですか？うん、と思いますけど、私全然あのワイワイ喋るタイプじゃないんで、でもこうやって冷めてみて、これもうやだ、こうやったら怖い、もう怖い、嫌なのね。嘘つき、嘘つき、なんで一緒に喋ってんの？喋ってそうだね。ふーん、お前お前黙れ。もう3人についてればいいと思う。あ、そっか、味方がいない。どうですかね、じゃあ純ちゃんどうですかね。純ちゃん、まあまあ、確かにあの人選ミス、あえての人選ミスですけど、どうですか。もう苦笑い、苦笑いです、苦笑い、苦笑いでいいですか。はい、じゃあももこちゃん、ちゃんお客さんの心を掴むにはと。大事だね。これはね、ゆずちゃんがうまいよ。ああ、そうですね。まあそうだな、確かに。お客さんの心を掴むには、それはなんかまあ一生懸命全力でやる。おお。これが普段のビジスタですよ。これがね。尾崎くん何？もう一回お返しします。ありがとうございます。ですって、ももこちゃん。頑張ります。かわいい、マイペースだね。マイペースで頑張ろうね、じゃあね。頑張ります。頑張ろう。でも全然めちゃめちゃ応援したくなる。いや、まあわかる、うん、つかみそうですけどね。そう、このキャラが好きな人が結構いるんですよね。めっちゃいいと思う。このままでいいと思うよ。でもね、本当に楽しいのが本当に羨ましくて、本当にこんなキャラなんで。そうだな、あんなかっこいいよね。いやだってこの中に入ったらだいぶ経つでしょ、キャラは。何もしなくてもキャラ。私も女らしいんだけど。やめろよ。黙れよお前は。最低。ヘイミーお前。おかしいな。
今日後ろのパネルの揺れ具合がずっと揺れてんの固定しといてよこれちゃんとフーミンさん、おめえ見たことあるまあじゃあそのまま行けば大丈夫かな、頑張っていけばってことですかね。はい、じゃあ、リリカちゃん、はい、印象深くの、あ、印象深く残り、深く残り、覚えてもらうためにはめっちゃ印象強いですけどね、印象強い、全然強いよ。じゃあ解決ですね。はい、ありがとうございます。まだ足りないのだってなんかその要は、初めましてで、うん、結構その残れるように、なんか例えばじゃあ残るって、なんでしょ、忘れないからね、声も出すね、そう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 、マジの声なんで、これマジでリアルだから、裏でもこれなんで本当に、そうですね、やばいよね、チェキ買えーって、やったじゃん、オッケー、本当悪意がある、いやない、敬意敬意を込めて、なるほどね、なんかその覚えてもらえて、まあいっぱい仲良くなれたらなって思います。かわいい、まあ、優しい、でも仲良くなったらチェキ買わされるでしょ、はい、なんかチェキ DM 連れて買わされそう、チェキ買わないと仲良くなれないよ、リアルだな、わかりました、はい、はい、はるかちゃん、私ですか、うん、絶対悩みないよ、私ですかって、おめえしかいねえだろ、すげえな、おすすめのトークの勉強方法はあのなんかすごいみんな真面目なあの質問をね、あの投げかけてるところを、なんか私はちょっと違った変化球を加えようかなとか思ったんですけど、ちょっとチキってしまって、あの普通の質問をしましたもん、ごめんなさい、はい、いやでも十分でしょ、もう本当ですか、あ、そのままでいいですかね、はい、いやだってどうせ辞めるしね、本当ですか、そんな辞めるんでしょ、そんな辞めるしは僕の勉強なんかしたくないだろうって、次の職場で行かせるあの一芸を披露してあの沸かせるために、そうよ、あの次の芸人するの、そういう職に就くのかな、次、なるほど、どうですか、ふみん、あれおすすめのトークの勉強おすすめのトーク、僕に聞く、教えてください、あのですね、なんかあるだろ、 YouTube をいっぱい見なさい、あそう、え、でも見てるよね、めっちゃ YouTube 好きなんです、本当ですか、本当にあのゲームの実況とかめっちゃ見てて、マジでそう、本当です、本当です、どういうの、あ、入ってきましたよ、なんかドラクエとか、ドラクエポケモンとか、ポケモンってあの高箱を上げた時のさ感動ってさ、すごいよね、それポケモンです、ポケモン、ドラクエです、ポケモン近づいてってバトル挑もうかな、これ、あー、待って、一緒にこれどこまで見てるの、落ちがない、終わったら言ってもらっていいと終わりました、ありがとうございました、はい、すいません、ちょっと、はい、ありがとうございます、これで解決したのかね、解決しました、解決しました、ちょっと楽しかったんで大丈夫です、大丈夫解決しました、わかりました、じゃあ続いてね、はい、チェンスチェンスさんのことがよく分かったところで、はい、続いてのコーナーはこちら、美人が〇〇やってみたー、はい、〇〇やってみたー、はい、こちら最高、こちらのコーナーはゲストのやってみたい企画をみんなで進めていくコーナーです。今日のやってみたはじゃんけん大会、こちらの企画はトーナメントで順にじゃんけんをしていって優勝者を決めようという企画です。どういうことですか、 えそのまんまでした、あれちょっと待って、おかしいなこれ、ちょっと違うなこれ、あれチェイスチェイス渋地健さん、ことがね、ありますかね、やっぱり、よかった、チェスチェスさんじゃなくて、俺3回確認したからこの企画やっていいのかどうかって、オッケーだということですね、事務所的にね、本当ザマ見ろですよ、本当にザマ見ろですよ、俺はかわいそうだと思ってる、いやちょっとちょっとこれは、あ、皆さんね、バッグ入って、すごい、いや、ごそごそしない、ごそごそしない、全然大丈夫、まあいい、はい、じゃあまずすごい、コハクちゃん、
私行きましょう。私マジ前出て。マジ普通前出て。出る系。でも、ちょっとみんなで見ていこう。マジ普通ですよ。いいですか。ふみたち。じゃあみんなで見る。携帯ですね。はい。香水。分かっちゃいます。絶対のやつだ。はい、ここに。ちょっとドキドキするな。何？何？これ女子力の見せ所ですよ。はい。あ、ティッシュ。え、ウエットティッシュ持ってる。貯金です。しかも。友達になりたい。いいじゃん。え、何貸してもらうために。いや、もうね。あ、またティッシュ。ティッシュね。ティッシュめっちゃあるじゃん。メイク落として。ピン。ピン。で、マジで本当に。大丈夫？あとはあのいつも私リップ命なんですよ口紅に、うん、だから3本ぐらい入ってます。なるほど。で、これはあれじゃん。イブサンローラン。イブサンローラン。知ってるんですか太一さん？あと鏡。当たり前だろ。イブサンローランぐらい知ってるわ。何鏡ね。鏡ね。これですかこれ？なんかバチ？しんちゃんと私の大好きなあいみょんさんがコラボしたの。すごい。限定です。クシ。あとは。全部行くんだよ。全部行った方がいい。わかんない。いや、わかんない。見ないわかんない。マジで見せちゃダメなやつとか。ないないない。見せちゃダメなやつ言えないで。そうですね。鏡ね。粉とか出てきたらね、びっくりしますよ。これやだやだ。びっくりしますよ。これダンススタジオの生徒ちゃんが。おー、いいじゃないですか。あっ。すごい。衣装が破れるんですよ、たまに。衣装が。踊るから。めっちゃ入ってるよ。これはいつの？これは怖いわ。怖いですね。色あせて。やだ。だいぶ古いよこれ。怖い見たい。ちょっと賞味期限ない。書いてない。次他何？ない？もうないですね。あ、針と指輪。女子力。素晴らしい。なんか出てきた。出させといて片付けろっていうのもあれですけど片付けてもらっていいですか。そうですよね。いや素晴らしかった。出発ジャンプ以外は素晴らしい。出発ジャンプはちょっとあれです。合格です。はい、じゃあ続いてみつきちゃん。はい。めっちゃ入ってそう。ね、行こう。どんどん行こう。決めよう。これは何？これはこの間実写のアラジンやったじゃないですか。あれの術です。ああ、さすが。ディズニー好き。え、恥ずかしい。鏡。鏡。ドナルドです。なるほど。すごい。徹底されている。ディズニー力高い。ディズニー。すげえ。本当に好きなやつ。ハンカチ。これディズニーじゃない。これはディズニーじゃなかった。で、ポーチマリーちゃん。あ、すごい。これは。でしょ。除菌ウェットティッシュ。友達友達。ウェットティッシュ持ってるやつ全部友達なの。あとモバイルバッテリーと友達友達。いや、便利なやつばっかりじゃないか。イヤホン。あとなんだっけ。あ、喉のスプレー。ああ、素晴らしい。とか。あとは？そっち大きい方は？大きい方。あとちっちゃいポーチもある。ちっちゃいポーチね。ちっちゃいポーチはリップ。怖いわこの企画。これ口紅、目薬、ちっちゃい鏡、爪切り。爪切り？なんでなん？爪切るもんだって。シンプル。間違え爪切るもん。ありますか？バンドも。ああ、女子。イエーイ。すごい。で、ここティッシュ。いやー。すごい。それだけ？まだ入ってます。メイクポーチ。いっぱいあるな。あとなんか曲の歌詞とかいろんな書いてある。はじめ、さすがミツキ、いいぞ。これもどうなる？あと香水、鍵、ペン。なんでみんなマッキー持ってる？チェキでこうやって書くから。とかなんか結構必要になるんですよ。あ、リップが別に入ってる。とかですかね？なるほど。こんな感じです。はい、以上です。奥の底に何か隠れてたりとか大丈夫？ない。コーヒーが入ってる。コーヒーが。まあまあ OK。ねえ、すごい。女子力。そうですね。じゃあ桃子ちゃん。女子ですよ。桃子ちゃん。しまうの。はい、入ってる。大丈夫だよ。行きましょう。何が入ってるのかな？携帯。携帯ね。割れてるね、携帯。だいぶ？はい、割れてる。割れてる。意外や。そろそろ張り替えなきゃ。
結構割れてたもんね。めっちゃいいじゃないですか。イヤホンね。うん、イヤホンね。すごいすごい。なんでみんな持ってるんすか。持ってんじゃん。偉いな。モバイルバッテリー。うん、友達だねこれは、ね。友達。鏡。鏡。スイカ。何これ。充電のコードね。充電するやつです。するやつ。するやつ。スイカ。スイカ。スイカ？あ、入るわ、入るわ。なんでこんな中にスイカ入れてんの。バカですね。さそう。ヘアピン。おお、女子だね。メイクポーチ。メイクポーチ、ここ自分で作ったのかな。お土産でも。お土産でもらったのかね。アロハって書いてあるんですね。やばいな、やばいな。やばいな。レンタルハウス。おお、すごい。なるほど。うん。あ、すごい。あの、チェキ入れ。チェキ入れね。チェキ入れ。チェキとかを入れて。ああ、宿題チェックチェキね。宿題チェキっていうのがあるね。宿チェキって言うんだ。俺は初めて聞いた。初めて言うんだ。何も感じ？以上。以上。以上、本当に。なんかちょっと。見ていい？なんかおかしかったもん。厳しい。なんかあるね。様子がおかしかったね。溶けきってる。仲間だね。溶けきってる。溶けき、これなんだ、これは。これはダメなのか。なんか紙切れみたいなのいっぱい入ってるね。ゴミかな。なんか。あ、あるよ。いいじゃん。おはるのなんかキーホルダー。キーホルダーこれ。はい、もうそんなもん。あと使い古された付箋がなんかゴミなんかでありますけども、ゴミが入ってる。まあそんなもんです。そんなもんです。こちらは。ありがとうございます。はい、じゃあ次は中村彩香ちゃん。ハッピーエロ。ハッピーエロ自信ある。あ、めっちゃ私意外と綺麗なんですよ。いや、ほんまや。行こう。はい、行こう。できますよ。はい、できますよ。まあ普通のところから行くと、マイセラフォン、携帯、iPhone、まあまあ携帯。そこまで。セックス。ずいぶん古い鏡ね。メイクのストップの鏡と、メントス。ピンキアと、メントスじゃねえ。口紅ね。あ、そうですね。口紅です。はいはい。口紅と。どこですか？え？なんでもないです。エクセルです。ユニクロです。ユニクロです。はい。あと、歌聞くやつ。歌聞くやつ。と、寿司ね。やろ？やろ？で、まあ女子メイク道具、メイク道具入ってて、女子で女子なんで髪の毛やるやつとか、女子ガムとかピンとかリボンとかイヤリングとか全部ここに入ってます。意外とね、収納上手だから。で、今日の紅茶無糖。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 で、これが。みんなに自分の印象を植え付けるために買ったバニラの。あ、なるほど。そう覚えてほしくて買ったんです。もうちょっとでもない。あとは黒糖まんじゅう。何これ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 。怖くない。黒糖まんじゅう。そんなそこに黒糖まんじゅう入って。怖くない。あれあれ言ったのに。私本当に毎日食べるぐらい、あの、あんこが大好きなんですよ。あー、いつも。確かによく食べてる。来る前にスーパーとか。あー、よかった。あー、全然ね、賞味期限大丈夫。週間ぐらい前に行ってなくてよかった。週間ぐらいですか。違うね、これね。食べようと思ったからね。なるほど。以上、ちょっとゴミが出てくるかなぐらい。あ、なるほど。わかりました。よかった。素晴らしい。ホットマッチ以外は。はい。まあここでメイクティッシュの呪術投げは終わりましたけど。ごめんなさい。はい、じゃあリリカちゃん。リリカちゃん。私多分普通です。あんま面白いもん出てこない。いや、多いな量。いや、これちっちゃくて困るんですよ。あ、届けてる。そのちっちゃくて困ってて。いっぱい入れたいのにね。いっぱいもっといっぱい入れたいのにね。携帯。携帯。やばって言った。やばって言った。何やばって言ったよ今。うわ、なんかいっぱいなんかゴミみたいな。ちょっと汚いです。ちょっと汚いね。ちょっと汚いですね。メイクポーチ。メイクポーチね。
いやこれおリボンとかいっぱい入ってるやつ、はいはい、すごい飾りとかね、そうそうそう、香水、うん、メイク落とし、できない、できない、これ友達になる、なれるなれる、いっぱいいっぱいあります、はい、センス、センス、だいぶなと暑いからね、いつも使ってるんだよね、そう、ハンカチ、充電器ありますよ、あ、友達、すごい、充電器、あ、結構あ、みんな持ってね、充電器、すごい、アルフォート、あ、確かに出てきたな、なんかお菓子持ってるな、みんな、あ、じゃこれちょっとさっきお買い物行きました、接着剤と、自撮り棒、そう、アイドルっぽい、すごい、いや、これもお化粧、はい、あ、チークまた別でした、結構バラバラしてるんだね、この中ね、通帳、なんで通帳、通帳持ち歩いてる、すごいですね、びっくりした、びっくりした、ミンティア、あ、ミンティアね、大人気ね、かゆみ止め、ちょっとさっき、ま、やめたおリボン、はい、入れといて、あ、わかりました、わかりました、いただきます、座ってください、でさっきお医者さんいたから優秀し、違う違う、保険証するんだね、そう、保険証するんだね、お家の会議、なるほど、プーさんと、うん、違うんだ、終わりです、あとそのリボンと、あとティッシュあります、キッチン、いや、ちゃんとね、終わりです、領収書と、うん、ガチな量、なんか汚ねえな、中がめっちゃ入ってるわ、意外なんだ、髪がいっぱい入ってんだけど、ね、中に、これ何、髪は領収書の束、領収書の束だよ、お医者さんの、はい、以上、以上、以上、じゃあ、おはようございます、これいただいちゃっていいですか、やめようか、いただいたアイスと、あと3分くらいだし、え、本当に時間ないですね、え、もう本当にあの女子力高いのマジ1個もないんで、本当に分かってます、さすが、まず鏡ですね、これ100均の、100均の鏡、安いです、これはいいよ、はい、それで、あと、まあ、現代のこれ、多分2500円ぐらいの、あのベッドで直す、これは100均の色物、あの髪の毛の、あのなんていうの、そのゴムとか、ね、リボン、あ、これ女子力高いやつ、ね、これのリボンです、リボンです、可愛いですよね、これ必死にアピールがもあるし、あとはこちらですね、バッテリー、バッテリー、これ、これ本当に優れもので、あの3000円で5回ぐらい充電できるんですよ、えぇ、ー、マジで、本当に待って、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 はい、おすすめです、今なら何がついてくるの、今なら、え、ごめんなさい、何もついてこないですけど、ごめんなさい、本当に完品なんですけど、先に行きましょう、あとは、まあ充電器、たぶん 1.5 メートルぐらいね、細かい、ウナクール、これ、ちょっと夏すぎちゃったんですけど、はい、ちょっと、あとは日焼け止め、ちょっと夏すぎちゃったんですけど、2回見るで、あの、すいません、あの、めっちゃ髪の毛ついてるんですけど、キチ、まあまあいいよ、いいよ、すいません、髪の毛ついてる、いや、言わないよ、言わないよ、何回も大丈夫だよ、汚っと思って、はい、あと、ニベア、あと、私もね、通帳を、これ見せちゃっていいんですかね、これ、あ、かわいい、キティさん、キティちゃん、あとは、あとは、あ、これ、食べ物、食べ物、気にしてるね、あと、大丈夫かこれ、あ、待って、潰れたベイクが出てきた、汚ねえ、汚ねえわ、なにこれ、見せちゃいけないやつあるんじゃないの、あの、見せられないやつもあるんですけど、あと、ハンコ、なんだ、ハンコ、はい、じゃあ出してる間に終わりましょうか、ちょっと待ってください、まだあるんで、まだあるんかい、あとね、あのリップとか、女子力、これ女子力、あと、ちょっと待ってくださいね、まだあるんじゃない、まだあるんですけど、このまま終わるのやだよ、先生の告知をしないといけない、そうだ、告知しながら出してもらおう、本当ですか、そう、見てください、みんな、目移り、もう下がれ下がれ、もうまだ、もうして、下がれ、あと1分だから、あ、これか、OK です、はい、もう上がれ、ゴミを出すんじゃない、もうまだいいんですか、やめるから告知させないから、そうだ、ね、やめるからもうストレス弱いよ、今日はどうでした皆さん、いや、今日めっちゃ楽しかったです、よかった、うん、本当に楽しかった、ありがとうございます、告知は何かあれば、この3
週末3連休、うん、全部日本ライブでライブ、うん、計6本させていただいて、はいはい、日曜日がなんとお守りですあのメイド服でライブして素晴らしい。だったらあのツイッターをチェックして来れる日にもしよかったら来ていただきたいです。はい、そしておはるん10月6日、はいはい、10月6日ですね、あのごめんなさい片付けてる途中なんですけど、あのまずサンローグランドさんで、夜、卒業ライブをさせていただきます。で芸能界も完全に引退する形となっておりますので、最後皆さん、応援してくださった方でいっぱいにしたいのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。